ここが新しい学校、奴隷学園か。この学校はゲームが全て。何をするにも賭けの結果で決まりますの。私に勝ったら2人でキスしてもらおうかな。キース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 。いやいや、西園寺家のお嬢様がまさかこんな悪事を働いているとはね。この二人を使ってイカ様してましたよね。別にバレなきゃいいのよ、バレなきゃ。ってか、なんなのよあんた。別に証拠は取らせていただきましたよ、とだけ言っておきます。な、覚えてなさい。行くわよ、この出っ歯。出っ歯じゃないでやつ、オタクでやつ。助かりましたわ。あなたは。ああ、申し遅れました。私、奴隷学園生徒会副会長伊集院タコと申します。助けてくださってありがとうですわ。いえいえ、私も彼女の悪事には困っていましたから。そうだ、生徒会に代々伝わる秘宝があるのです。よかったら今回のお詫びに受け取っていただけないだろうか。え、逆にそんなものいいんですか。もちろんです。じゃあお言葉に甘えて。ではまた。ありがとうございました。うおー、ピンちゃん、ありがとう。じゃあ今日もミミのライブ始まるよ。みんな盛り上がる準備はできてますか。それでは最初の曲聴いてください。無理なんやけど。何ですかあれ。学園のアイドル花園ミミのライブね。その売り上げはなんと1日で1億円との噂よ。1億円。ありがとうございます。はい、今披露した曲無理なんやけどの CD を限定100名様に販売しちゃいます。コーヒーくれ、僕も買いたいよ。ありがとう。1枚100万円です。お願いします。ありがとう。待ちなさい。校内で商売を行うのは校則18条で禁止されているわ。よって花園ミミ、あなたは2週間の停学です。わかりましたね。え、そんな、ミミはみんなに愛を売ってるだけなのに。ねえみんな。やばっていうか、そんなに一方的におかしいでしょ。そこのあなた、ミミと一緒にゲームをしなさい。いいわ。この好きっていうゲームはどのシチュエーションの好きか当てるゲームになっているわ。より好きのシチュエーションを伝えられた方が勝ちよ。ふん、鉄壁の仮面をつけた女と噂の会長が演技なんてできるわけない。私の圧勝に決まってるわ。みんな、ミミの好き聞きたいよね。聞きたい。聞きたい。それではゲームスタート。じゃあ耳からね。ガシ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 ピーでさあね。はん、すごい、明らかに二択だ。どっちだ？あのギャップがいいわね。答えは簡単。4のザコシ。ハリウッドザコシショーの好き。ふん、正解よ。正解されるのは計算のうち。この唯一無二の表現力で私は勝つ。じゃあ次は私の番ね。さて、最強の生徒会長の実力とやらを見せてもらおうじゃない。
表現力すごかったわ。闇ですか？いいえ、これはスカウトよ。もしよかったら生徒会に入って、そして学校公式でライブをしてくれないかしら。いいの？ええ、ようこそ生徒会へ。はい。すごいカリスマ性だ。いけない、昼休みが終わってしまうわ。あ、待ってください。きっとここよね。やっと着きましたね。この学校広すぎますよ。あそこかしら。なんかそわそわしますね、ここ。早くもらって出ましょうか。はい。これが秘宝。あら、こんなはずれにお客さんかしら。侵入者め、会長、あいつ生徒会の秘宝を。あいつ、はあ、すっかり騙されたわね。あなたたち、ちょっとよろしくて。ただいまより本日のラストゲームを始めます。対戦相手は奴隷学園2年岡部優子さん。なんでこんなことに。胸が高まりますわね。今回私がかけるものはもちろん生徒会長の座。逆にそちらが負けた場合は卒業するまで学園の犬になっていただくわ。嘘だろ。いいわ。受けて立とうじゃない、生徒会長さん。今回のゲームはこちらになります。トランプ。最もシンプルで奥深いハイ&ローで戦っていただきます。完全に運任せってことね。生徒会長かっこいい。あんな女潰しちゃえ。可愛くないゲーム、あの二人にぴったりね。ミミちゃんが一番可愛いやつ。いやー、ハイ&ローとは相手のカードかハイかローかを予想し、当てたらポイントが入るというゲームです。今回は2ポイント先取とさせていただきます。ルールは分かったわ。 OK、 では正々堂々ゲームを始めましょう。では私から行かせていただくわ。不利な先行を自分から。かっこいい。はい。お見事。当然ですわ。では次ですわね。はい。お見事。何？なぜ正解しているの？この私が点数を取られるなんて。私のイカ様その1、隠しカメラで相手のカードを全て把握済み。私のイカ様その2、この生徒会副会長の伊集院タコは世界有数のカードマジシャン。カードの移動は自由自在。ゲームが始まる前にあれだけ外れるように変えろと伝えておいたのに。使えな男ね。え、それでは2戦目です。ロウ。残念。どういうことなの。私のイカ様が全て崩れていく。では私の番ですわね。どう
お見事。よって岡部優子の勝利。そんな私は絶対的な会長なの、負けちゃいけないのよ。なんでこんな女なんかに。うざよー。楽しかった。あ、そうそう、監視カメラ壊れておいででしたよ。ゆうこさん、あなた一体。私の犬になるなら教えてあげるわ、全部ね。はい。じゃあ決まりね。また明日のゲームでやりましょう。はあ、岡部優子にはかなわないや。待ってくださいよ。続く。お尻蹴ってほしい、やばい。ちょっと待って、お尻蹴ってほしい、やばい。80だぞ。ルールは簡単、最後の1枚にババアを抜いた人の勝ちよ。何違いましたね。キースキースキース。やだやだ。あ、おい。うわ、硬い。めっちゃガード硬すぎて突き飛ばしてるんだけど。めっちゃ硬い。やばいやばい。力よ。ゆめちゃん折れちゃう。折れる。キスしようと思ったらいつでもできるんだよ。怖。やばい。キース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 トランプしたことない舞ちゃん。いや、あるんですけど、いつも任せるんですよ。そっか。